小さい頃さ、はい、家族でさどういうことしてたの？あーでもなんか外にご飯行くぐらいですね、僕は多分。アメリカとか、はいはい、転勤族だったんで。あ、そうだよね。両親がいないか、いるときは豪華なご飯食べて。あ、レストランで。はい。だからそれさ、いつだ、いつまでだっけ？小4から小6ですね。で、中学校だった？母親しかいなかったので。あ、もうお父さんはずっと海外行って。そっか。内藤さん、これはやばいよ。みんな動き出してたら、あ、取れるんだっていうので一斉にガッて視聴者も画面にするんだな。はい、あ、来るんですね、見ますよ。で集中した。確かにこれ良くないですね。これ俺のこう前のめりでもう内藤さん動かしてこれかいって言うんですよ。いや本当に今のツッコしだった、すいません。今なんか家族の話とかね、もう遮ってなるだろ。確かに、あれを遮ってもそれ場所じゃないんだよ、気持ち。気持ちっすね、うん、やなっちゃうんだけ。何の歌？わかんない。何の歌？わかんないよ、そんなの。さっきの釣り中も歌ってますね。嘘、それ無意識だわ。ハマってるんですか、その歌に。え内藤さんがめちゃめちゃ焦るっていうのも一個ありますね。注目が集まる理由として。いやそりゃね、カンタがかかったって思ったら慌てちゃうよ。うわすげえすげえ、でかっ。おーすごい、今これぐらいいたんだ。何が違うんですか？場所、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 明らかな場所。場所っすね。場所、場所、全然場所だわ。もうでも僕ら30分ぐらいやってみて。何をしたいんですか？もうなんかを破壊したい。チャンネル消すみたいな。マジで止めますからね。肩にはまりたくねえ。あ、そうそう、だって甘くてなんだよね、結局は。人が握っても絶対左を取りたいみたいな。僕もちょっとそれ分かりますね。だよね。そうそう、でやっぱそこのサークル入ったの人たちってその衝動を絶対抱えてると思うんだよ。ああ確かに、握っては左でしょ。僕マジで見つけます。ちょっと待って、だってもうそれ真剣じゃない。沈まないっすよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、内藤さん来ました。内藤さん、はい、これね、めちゃめちゃでかいです、ごめんなさい。めちゃめちゃでかいです、めちゃめちゃでかいです、ごめんなさい。これね、ごめんなさい、めちゃめちゃでかいです。内藤さん、ごめんなさい。ちょっと、どこにいます、どこにいます。これ、絶対に逃さないでください。あの、めちゃめちゃでかいです。はい、はい、今の撮ってください、ちゃんと撮ってください。監督、お願いします。監督、乗りなさい。はい、来ました。そんな大きくて、そんなでかくてな。こんなにフィッシュファイトして、あんなにギリ2だもん。ギリ、ギリ2ポイント。ギリ、いや、すごい、おかしいな、もうちょっとでかい。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。釣りってサブチャンネル取りづらくないですか？すごい話してる最中に片方がそこで盛り上がっちゃうから。話の腰が折れる、折れる、折れますね。なんか最近腕時計見るのが趣味になってきて。変わってる？変わってないよ。もう YouTube でいろんな時計の歴史を見るみたいな。え、そのレベルで好きなの？好き好き。あの小さい中に、うん、あーでもめちゃめちゃ確かにすごいっすね。そうそう、歴史が詰まってるっていうのが。だからやっぱり高い時計にはそれなりの理由があるみたいなのを知るのが、うん、だって分かんないじゃん、普通に見たら。何だったの？分かんないです、分かんないです。意味分かんないと思うじゃん。理由があるんですね。でも、はいはい、内藤さんすごい、はい、本当に内藤さんすごい、はい、内藤さんマジで、はい、めちゃめちゃでかいです。これはでかいです。これは本当にでかい、本当にでかい、本当にでかい、すごい、はい、内藤さんマジですごいです。はい、ありがとうございます。これはもう僕釣ったことにできないですか？すごい触るんで。そう、これはちょっと今日の手伝ってくれたら半分ポイント、はい。あお、すごい、外れた。はい。すごいね、なんで触れんの？いや、無人島に行くもあれしかねえから。一緒にやっていいですか、どうする？はい。
これちょっと湿らせて、はい、コネコネして完全につなぎ目をなくす。でちゃんとね上の方までカバーした方がいい感じです。ここの針。そうそうそう。浮き見ちゃダメだ。あ、考えちゃうからですか。そうだね。引くタイミングはもう向こうが教えてくれる。うん、え、ほら、ほら、え。今ね。今来てないです。来てなかったです。まだですか。まだじゃん。もう、いいね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 。はい、はい、はい、はい。これは、これは共同作業。もうちょっと、もうちょっと行ってくれ。もうちょっと上に。ちょっと待って、まだ見えない。もうちょっと。でかい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 の2匹ぐらいできます。そうだね、でかいの2匹とちっちゃいの1匹。だから5点と換算して、カンタがちっちゃいのと大きいの。はい。8ポイント。え、勝ってます。勝ってる。こっちだったら勝ってた。こっちだったら勝ってる。そうだね、まだ1が勝ってないから、しかも。場所だ、場所、場所、場所。場所か、経験だ、どっちかすね。うん。ということで、はい。1時間半ぐらいやってますね。結構やってるね。で言ったら合計2時間半ぐらいやってるんで、そうだね、だいぶ釣りマスターにはなったんじゃないかなと。確かに最後感覚掴んでたもんね。ありがとうございます。ただトミーのチョウザメがめちゃめちゃすごいことが分かる。そうだね、誰も釣ってなかったもんね本当に、はい、あの3ポイントが出なかったね。やっぱりだ割とちゃんと罰ゲームだったなっていう。そうだね、ちょっとリベンジしたいね。またはい、じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。内藤さんは若いですよ、まだ気持ち的には。うーん、でも結構まだもう30な感じなんです。内藤よく分かんない正直。そうなんですか。うん、でもコンビ組んでると、うん、僕もだから最初の頃よりもカンタのその魅力どこだろうってめっちゃその考えて、スロングポイントとその年齢とともに変わると思うんで、うん、でもやっぱ開けた日出し多いですよね。もう多いね。なんかもう変なところでしか笑わなくなってきちゃう。相方のなんか相方がちょっと痛めつけられてるとか。でもまあコンビってそういうものですよね、うん、長いからこそまだなんかフレッシュさ残ってるのはやっぱその引き出しが多いやっぱカンタの凄さの気がしますね、うん、確かに。いやこういうその存在というか、うん、できたのめっちゃ財産だ。確かに。このままずっと多分続けていく人の中でこの関係値って多分今からじゃ作れないんですよ。確かにね。めちゃくちゃだからもう神引きに近いですよね。ないもんね。今からは結構きついですよね。同じ悩みをこう持って同じ悩みあるね。そうなんですよ。その YouTube で活動し続けるっていう。うちで毎日投稿終了。そうですね。ジャパさんがまだ親に YouTube やってやってるの言ってない話でしていいですか。欲しいです。まだ言ってないです。いや、おかしいですよ。ジャパさん、おかしいです。いや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 。いや、バレてないと思ってるんですか。バレてる。でもね、バレました。いやいや、バレてる。そりゃ。なんでバレるまで言わないんですか。バレても言ってない。なんでですか。いや、おかしいです。いやマジでおかしいですって。嘘。マジ。いや、でもですか。ジャパさんはじゃあ何やってると思ってたんですか。バレるまで。自営業。自営業って言ってる。自営業ではあります、確かに。なんでバレてるんですか。いやなんか実家、うん、なんかその実家の近くで撮影した時に、はい、まあ寄ったのよ一瞬。ほぼ俺帰れないから、はいはい、実家も帰れないですね。はい、でまあ父親だけいて、はい、庭の散歩したのに、はい、父親って庭好きじゃん、はい、いやいやちょっとここ車庫できたんだよみたいな、まあまあまあ老後の楽しみであるんですよね。そう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 。で回ってたら埼玉の田舎だから庭広いんだけど、はいはい、回っててここら辺で撮影できんじゃんみたいに言われて、はいはい、はっはっって急に言われたのよ。あ、死だなと。いや、知ってますもん。なんで知らないと思って。いい関係性だよ。あ、その言わない、あえて言わない。そう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 。いいですね。こう親に縛られる生き方って、うん、ちょっと、まあそうっすね、嫌じゃん。うん、まあまあまあ、その顔色伺わなきゃいけない。そう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 。でも僕、この間ちょっと喋ってたんですけど、うん、オルタナさんって一回 YouTube 活動中に内藤さんがタイに1年間行ってるんですよね。うん、
で一回そのジャパさんと内藤さんが日本とタイでその動画をこう投稿し合う時間があった。そうそうそう、そのストーリーもっと広めた方がいいよね。おかしいっすよ、だってそのストーリー。俺らストーリー広めないのよ。いやなんか隠してますよね、なんか。隠してる。いやなんかそのストーリーめちゃくちゃすごいっすよね。だって、うん、俺考えられないですもん。カンタがアメリカで、僕が日本で。いや、俺も考えられないって。いや、でもやってたじゃないですか。おかしいっすよ、うん。見たことないもんね。こんな YouTuber。個人でやるよっていう。そうなんですよ、うん、なんでその時に個人チャンネル作ってなくて今2人でやってる時に個人チャンネル作ってるっていう。確かに、むしろ内藤個人チャンネルの力入れたからね。今内藤ブログにジャパさんが日本で流行ってるのをしっかりやって、うん、次の日に内藤さんがタイで袋に入ったジュース飲むんだから意味が分かんない。その確かに UFO キャッチャーあげて UFO キャッチャービニールに入った飲み物スライムなんか意味わからんジェットコースターみたいな。確かに確かに感じだった。あのストーリーなんであんまみんなに広めてないのかなっていう謎があって他の YouTuber でもないぐらい頑固なのよ2人とも。タイと日本で、はい、そのお互いに離れても動画投稿し続けてるっていうよりも、はい、多分ね、どっかでこう対抗して対抗意識みたいな あったんですか。多分めちゃくちゃあったと思う。なんとですかそんな。いや、やってみりゃわかるよ。やってみりゃわかるよ。一緒にチャンネル運営してみたらいいね、頑固だなこいつって。まあでも仲いいですよ、やっぱ見てて。なんだかんだ言って仲いいっていう感じもないんだよね、もともと。もともとだからそういう感じじゃないですよね。そう、一回社会人を一回経験してますしね。そう、朝になりますし、大学サークルの時からまあお笑いが好きだったんで、うん、普通に集まってネタの打ち合わせとか、うん、まあ、別にそのコンビだったんだけど、うん、あとはライブで一緒でそれが楽しいみたいな、うん、なんか一緒にどっか例えば2人でディズニーとか飲み行くってないんだよね多分。いや、うちもそうっすよ。まあ、うん、僕らも飯食わないですから一緒に。タイで飲みに行く、ない一回もないかもしれない。一回もないですか。一回もない。多分昔遡ってもそれよりも多分二人で動画撮ったりとか、うん、なんか企画考えたりっていう。うちももうでもそうっすね、基本は。そこが他の市場と違うかもしれない。違うっすよね、うん、でそれだからってじゃあ他よりも信頼度が低いかって言ったらそういうわけじゃなくて、そもそもそういう集まり方してなかった。そう、僕らだって2人だけの昔のエピソード少なすぎて、うん、高尾山行った話7000回してますもん。なぜならそれしかないからこすってこすって行くよね、お笑いサークルの人たち高尾山行くよね。内藤さん最近も行ってましたもんね。その2人で遊ぶっていう理由もそう YouTube の思い出の方がやっぱ多いし、そう、そこになんか確かに求めちゃいますよね。それを二人で遊んだ思い出ってないかもしれない。だからカメラ回さないで旅行行くのもありえなくないですか。うん、そうだね。ファンの方がなんかそのカメラ回さないで旅行行ってきてほしいってたまにあるんですけど、うん、いや、カメラ回さなかったらもう意味ないの、うん、そういう人間になっちゃったんだよって、うん、逆にそっちの方が素で相方と会えるというか。そうそうそう、お笑い好きだったからね、そういうちょっとそこと、うん、なんかこうねじ曲がっちゃったんでしょうね。ねじ曲がっちゃった。無限に食えるわ、やばいな。無限に食えますね。今日これで上がりの食い方しますよね。動けないですよね。動けない動けないじゃないですか。でも本当年取ってくると飯っていいってなってくるよね。飯最高っすよね、うん、飯の時間が一番幸せですもんね。幸せになってくるね。サウナとか行くの本当行かない。あ、行かないんだ。行かなくて本当俺もそんな行かないんだけど。内藤さん行ってますよね。内藤だと他のメンバーのタイだとかはめちゃくちゃ行ってる。サウナの下取るぐらいですハマっちゃってて、みんななんでサウナ好きなんですか。まあサウナってこう、まあ、なんか思考停止できるって言ったらね。あーなるほど、一回こう、うん、虚無なの。そう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 、何も考えないでスマホとかお持ち込めないし、込めないから、ね、それも良くないと思って。最近なんか僕、まあ、マッサージしながら仕事してるんですよ。えもう終わりだなと思って。終わりよそれマジで。で、これ良くないなと思って。良くないよ。もう線引きもちょっとしっかりしないと体に良くないな。プライベートは完全にこれ YouTube とか仕事関係ないなみたいな。あれ同級生と最近ってことありました。嘘。大学いるの同級生。いますよ、僕大学いたんで。嘘。同級生いないと思ったんですか。いや、なんかまあ一緒の学年だけどなんか
敬語使われてたり。でもその時に僕あのめっちゃライブ読んでて、うん、友達を、うん、あなるほどね。だからもう一生の恩なんですよね、その時の友達って。その時の友達はみんな今も、まあ、てかぶっちゃけライブとか関係なく、あの僕を卒業させたのはあの友達たちと思うので友達が4年までいると思ってたんですけど、やっぱ3年で取り終わるじゃないですか。ああそうだね。ちゃんと4年僕単位全然取れなかったんですけど留年しましたね。そういう友達とは、まあ、たまーにですけど、でもめっちゃ怖いのが、みんな結婚にまつわるエピソード全員持ってるんですよね。そうなるよね、まあ、違う人だよね、もうなんか。そうなんですよ、ね、なんか一瞬交わったけど、なんか全然違うところに来ちゃったな。ね、本当にそう感じる時あるよね。一回結婚しても、もう離婚してたって。だから結婚決めてた人と5年ぐらい付き合って別れて、あ、別れたんだっていうところで情報飛ばしたんですけど、うん、これがあったらその後1ヶ月付き合った人と結婚してたりしてす。すごっ、すごい情報追いつかないわ。確かに年齢は上がってきてるね、 YouTuber のね。そうですね、もう全体的にこうちょっと上がってますね。昔だったらなんか若くなきゃダメみたいな感じあったよね。ありましたね。動画でおじさんって言い出した頃、すごいコメント欄で、いやおじさんなんて言わないでみたいな。昨日ドミちゃんとの動画めちゃくちゃおじさんって言われました、ね、ファンに。ファンが普通にそのおじさんが頑張ってるみたいな。若い子に合わせて、おじさんが頑張ってて可愛いみたいな。おじさんって書いてる。